ロドピ県はギリシャ共和国の東、マケドニアトラキア地方を構成する行政区の一つ、西トラキアの中核地域である。県とはコモテニ。県内第二の都市はサペス。県の北部にはロドピ山脈の一部であるパピンジオ山脈が通っており、これがこの県の名称の由来となっている。ロドピ県の西部はクサンティ県と接し、東部はエブロス県と接している。 また、県の北部は、ブルガリアのクルジャリ州に接している。ロドピ県の北部と東部の大部分は産地であり、他の地域は主に農地、あるいは森林や草原となっている。ギリシャ政府が公式に認めているうちで最大の少数、民族である西トラキア系トルコ人は、この県に住んでおり、県人口のおよそ半分を占めている。ロドピ県の南部よび中部は主に地中海性、気候であり、 県の北部及び高知部では、冬に寒冷な大陸性気候が主に見られる。ロドピ県、ロドピ県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。ロドピ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのロドピ県は、以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。現在では、 以下の州の法的な地位はない。ありがとうございます。